スバルスバルは新型フォレスターの今季の発売に先立ち5月18日より先行予約を開始する。スバル初となる乗員認識技術ドライバーモニタリングシステムを採用、安全な走行をサポート。またモーターアシスト e ボクサーを搭載する。 e ボクサーはスバルらしい走りの楽しさに加え、環境にも配慮した水平対向エンジンプラス電動技術の総称。新型フォレスターではアドバンス仕様に 2.0 リットル DOHC16 バルブデュアル AVCS 直噴エンジンと交流動機電動機との組み合わせが採用される。プラットフォームはスバルグローバルプラットフォームを採用、クラストップレベルの快適性と安全性能を目指した。歩行者保護エアバッグとアイサイトツーリングアシストを全車に標準装備した。スバルで初めて採用されたドライバーモニタリングシステムはマルチファンクションディスプレイのバイザー部に設置した専用カメラがドライバーをモニタリングし、安全な走行をサポートする。ドライバーの居眠りを推定した場合はメーターやマルチファンクションディスプレイへの警告表示と警報音でドライバーと同乗者に注意を喚起する。デザインはスバル共通のデザインフィロソフィダイナミック X ソリッドに基づき、 SUV らしい存在感、力強さ、機能性を表現したという。エクステリアデザインは SUV らしいたくましさや躍動感、豊かな荷室空間や機能性の高さをモダンキュービックフォルムで表現した。インテリアデザインは機能的かつ操作性の良い室内レイアウトを実現するとともに、インストルメントパネルとコンソールとを連続させることで SUV らしい力強さに加えゆとりと開放感を表現した。パワートレインではモーターアシストにより日常シーンでも走りが楽しめる e ボクサーを搭載したことが特筆される。進化した X モードを採用することで SUV としての本格性能もさらに高めたという。新型フォレスターの e ボクサーは新開発 2.0 リットル直噴 NA 水平対向エンジンと電動技術等を組み合わせて搭載。リチウムイオンバッテリー採用に伴い市ドライブの制御を変更し、モーターが力強くパワーアシストすることでガソリン車を上回る力強い加速性能を発揮する設定とした。また X モードやアイサイトとも協調制御する。モーターアシストを生かしてアクロ走破性や追従走行時の燃費性能を高めたという。エンジンの最大出力は 107kW145PS@6000rpm、 モーターの最高出力は 10kW13.6PS2.5 リットル直噴 NA エンジンは燃料システムの直噴化をはじめ約 90% の部品で設計を見直すことで燃費と実用域努力の向上を図った。第5世代となる新型フォレスターはスバルが最良反射種と位置づけるグローバル戦略車だ。